キンプリ脱退後初、平野翔、誕生日ケーキを豪快にパクリ。バースデーケーキナンバーアンダーラインアイアルバムリリース記念日にファン歓喜。ケーキに隠された3人の絆に涙戦崩壊、泣きっつら。最近、私たちは日常の中で忙しさに追われながらも、時折小さな喜びや感動を見つける瞬間があります。そのような瞬間は、たとえ短くても心を温め、私たちを元気づけてくれるものです。 例えば、友人と過ごす時間や、特別な出来事を一緒に祝う場面などがそうです。特に誕生日や記念日など、大切な人たちとのひとときは、普段の生活の中でひときわ輝くものとなります。誰かの誕生日を祝うという行為は、その人がどれだけ大切か、またその人の存在がどれほど重要かを改めて確認する機会でもあります。そして、ケーキやプレゼントを手に取りながら、 お互いに感謝のの気持ちを伝えるることができるのできす特に今、ラインアイというグループのメンバーたちが初のアルバムリリースを迎え、ファンと一緒にその喜びを分かち合う姿が印象的でした。彼らが投稿したインスタグラムの写真には、3人のメンバーが大きなケーキを前に座っている姿が映し出されていました。そのケーキには彼ら自身の写真がデコレーションされており、メンバー一人一人の個性が際立っています。 翔くんがやんちゃにケーキをかじる姿や、岸くんの無邪気さ、そして神宮寺くんの礼儀正しい様子がそのまま表現されているこの一枚の写真は、彼らのファンにとってはたまらない瞬間だったでしょう。ファンもまた、この特別な時間を一緒に楽しみ、SNS でその瞬間をシェアし合うことで、距離を超えたつながりを感じています。このようなイベントは、表面的には単なるアルバムリリースのプロモーションに見えるかもしれませんが、 実はもっっと深いい意味を持っていますそれはアーティストとファンの関係性の象徴であり、音楽を通じて心を通わせる瞬間なのです。特に、彼らが YouTube ライブでケーキを楽しんでいる様子を見て、多くのファンが、一緒にお祝いしているという感覚を抱いたことでしょう。このような経験は、現代のデジタル社会であっても、人々が共感し合い、心を通わせることができることを示しています。 ここで少し視点を変えてみましょう。単にケーキやアルバムリリースの話にとどまらず、私たちはこのような特別な瞬間をどのようにしてより多く作り出すことができるのでしょうか。現代社会では、仕事や学校、家庭の責任に追われ、そうした小さな喜びを見逃しがちです。しかし、実際にはそれらの瞬間こそが、私たちの日常を豊かにし、人生に彩りを与えるのです。例えば、 友人や家族と過ごす時間をもっと意識的に増やすことや、小さな成功や進歩を一緒に祝うことで、日常にもっと多くの喜びを取り入れることができるかもしれません。アルバムリリースや誕生日のような大きなイベントに限らず、日々の中で私たちは多くの祝うべき瞬間に気づくことができるのです。また、アーティストやクリエイターたちは、こうした瞬間をファンと共有することで、 自分たちの作品がどのように人々に影響を与えているのかを感じ取ることができます。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストにとって、アルバムリリースはただの音楽提供ではなく、自分たちのメッセージをファンに伝える大切な機会です。そのため、ファンと一緒にケーキを食べたり、お祝いの言葉を交わしたりすることは、アーティスト自身にとっても貴重な体験です。こうした瞬間は、ただのお祝い以上の意味を持ち、 アーティストととファンの間に深い絆を築くきっかけとなります。しかし、私たちはしばしば忙しさの中でこうした小さな瞬間を見逃してしまいます。特に現代の社会では、SNS やデジタルメディアが日常の大部分を占めており、実際の対面での交流が減少していると言われています。それでも、ナンバーアンダーラインイのようにデジタルプラットフォームを活用し、ファンと直接つながる機会を作り出すことは可能です。 重要なのは、その交流がどれだけ真心を込めて行われているか、そしてその瞬間がどれだけ大切にされているかです。私たちは、これからもデジタルとリアルの両方の世界で、こうした特別な瞬間を大切にし続けるべきです。さらに、このような祝福の場面は、ただの楽しみだけではなく、私たちにとって何かを学ぶ機会でもあります。例えば、 ファンとの交流を通じてアーティストがどのように成長していくのか、またその逆に、アーティストの活動を見守ることでファンがどのように励まされているのかを考えてみると、そこには相互の成長と影響が見て取れます。アーティストが新しい挑戦に立ち向かい、その結果として新しい音楽や作品を生み出す姿は、私たちに挑戦することの大切さを教えてくれます。一方で、ファンはその挑戦を支え、 応援することで自分たちの生活にもポジティブな影響を受けています。このように考えると、ナンバーアンダーラインアイのアルバムリリースは単なる音楽の提供以上の意味を持っています。それは、アーティストとファンが共に成長し、共に喜びを分かち合う瞬間なのです。そして、その過程で私たち一人一人が何を感じ、どのように行動するかが、最終的には私たち自身の人生を豊かにしてくれるのです。 今後も、こうした瞬間を大切にしながら、私たちは新しい挑戦や出会いに向かって進んでいくべきでしょう。こうして振り返ると、何気ないケーキの一口や、一緒に過ごす短い時間さえも、私たちの心に大きな影響を与えることがあるのだと気づかされます。日常の中で私たちが出会う小さな喜びや感動を、もっと意識的に感じ取り、共有していくことで、人生はより豊かで充実したものになるでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがファンと共に過ごしたこの特別な瞬間もまた、彼らのキャリアにおいても、ファンにとっても大切な記憶として残るに違いありません。そして、そのような瞬間は、これからも続いていくのです。これからも、私たちは日々の生活の中で、こうした小さな瞬間を見逃さず、大切にしていくことが大切です。そして、こうした瞬間がどれほど貴重であるかを理解しながら、 私たちは日常の中でさらに多くの喜びを見つけることができるはずです。私たちはしばしば、忙しい日々の中で目の前のことに追われ、何が本当に大切かを見失いがちです。しかし、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがアルバムリリースを通じて示してくれたように、小さな出来事や一瞬の出来事が、実は私たちにとって深い意味を持ち、心に残るものとなるのです。特に日本社会では、 努力や成果が強く重視される傾向にありますが、結果だけではなく、その過程や人とのつながりを大切にすることが、人生をより豊かにする鍵だと言えます。翔くん、岸くん、神宮寺くんが示してくれたのは、成功の喜びを一緒に分かち合うことの重要性です。彼らが YouTube ライブや SNS を通じてファンと一緒にお祝いをする姿は、一見すればただのプロモーション活動の一環かもしれませんが、その背後には、 ファンとの絆を大切にする姿勢が感じられます。これこそが、彼らがただのパフォーマーではなく、共感とつながりを持つアーティストとしての価値を高めている理由の一つです。また、ファンにとっても、こうした特別な瞬間に参加できることは、日常の中での一つの癒しや励ましとなります。アーティストの成長や成功を目の当たりにし、それに自分自身を投影することで、 自らののの目標や夢に向かって進むためのエネルギーを得るることができるのできすアーティストが努力を重ねて新しいアルバムをリリースするその裏には、多くの挑戦や苦労があったことでしょう。そして、その成果をファンと一緒に喜ぶことで、彼らの苦労が報われる瞬間が訪れるのです。これは、ファンとアーティストの間で共有される特別な体験であり、互いに励まし合いながら前進していく関係が築かれていることを示しています。 今、私たちはテクノロジーの進化によって、以前よりも簡単に他者とつながることができる時代に生きています。SNS や YouTube ライブを通じて、遠く離れた人々ともリアルタイムで感情を共有できるようになりました。それは、物理的な距離を超えた新しい形のコミュニケーションです。特にファンにとっては、アーティストが身近に感じられるこのようなプラットフォームは、日々の生活の中で大きな喜びをもたらします。 アーティストもまた、ファンの反応をリアルタイムで感じ取りながら、次なる作品作りのエネルギーを得ることができます。このようにして、音楽やエンターテインメントを通じた双方向の関係が、かつてないほど強く深くなっているのです。ただし、こうしたデジタルのつながりがある一方で、私たちは現実の世界でのつながりも大切にしていく必要があります。デジタルメディアは素晴らしいツールですが、実際に顔を合わせ、 言葉を交わし、共に時間を過ごすことでしか得られない喜びもまた存在します。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが、ファンと共に祝う姿は、デジタルとリアルのバランスを巧みに保ちながら、両方の世界でファンと深くつながっていることを示しています。これは私たちの日常生活にも応用できる教訓です。どれだけテクノロジーが進化しても、人と人との直接的なつながりは、私たちの心を豊かにし、 幸せををもたらす大切な要素であることを忘れてはいけませんまた、彼らの活動を通じてもう一つ学べることは、感謝の気持ちを持ち続けることの重要性です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがファンに対して感謝の気持ちを何度も表現している姿を見ると、それが彼らの成功の一因であることがわかります。感謝は、他者との関係を強化し、さらに新しい機会や成長を引き寄せる力を持っています。 これは、私たちが日常生活でどのように他者と接し、どのように感謝の気持ちを伝えるかにおいても、大切な指針となるでしょう。何気ない日々の中で感謝を表すことは、それがどんなに小さな行為であっても、相手にとっては大きな意味を持つことがあります。人生の中で、特別な瞬間を祝うことはもちろん重要ですが、日常の中でこそ私たちはより多くの喜びや感謝を見つけることができるはずです。 それは、小さな成功や進歩に対して自分を褒めることや、身近な人との時間を大切にすること、そして何よりも、自分が今ここにいることに対して感謝することです。翔くんがケーキをかじる姿にほほ笑むファンたちのように、私たちも日々の中で小さな楽しみを見つけ、共に笑い合うことができるのです。ナンバーアンダーライン愛のアルバムリリースを祝うこの特別な瞬間を通じて、私たちは自分の人生にも目を向け、 小ささな幸せや感謝をを見逃さずにに大切しししていいくべきだととうことを再認識しましたこれからも彼らが示してくれたようにどんなに忙しい日々であってもその中に喜びを見つけ感謝の気持ちを持ち続けていくことが大切です。そしてその喜びを他者と分かち合うことで私たちの人生はより豊かで満たされたものになるでしょう。